どうもこんにちは、マリオパーティー9アドベンチャーロードで遊んでいきたいと思います。それではゲームスタートです。アドベンチャーロード、さあアドベンチャーロードにやってきました。このステージの説明を聞きますか？聞かせてください。アドベンチャーロードは草原のリトルスターを集めながらゴールを目指すステージです。すいません、ちょっと噛んでしまった。道中にはたくさんのリトルスターが散らばっていますが、鶴を登った雲の上にもリトルスターは隠されていますよ。行ってみたい。皆さんにはできるだけ多くのリトルスターを取り返してほしいのですが、クッパゲートの先にあるリトルスターはクッパの手下が守っているので気をつけましょう。気をつけます。あ、待ってください、あの砦のリトルスターもクッパの手下が守っているようですよ。危険危険。それでは順番を決めます。リモコンの A を押してサイコロを振ってください。振ります。順番が決まりましたよ。1番ピーチさん、最初のキャプテンはピーチさんですね。2番ヨッシーさん、3番マリオさん、つまり僕です。4番ルイージさんの順番でスタートします。リトルスターを最も集めた人がスーパースターです。ボードマップとミニゲームでたくさんのリトルスターを集めてください。頑張って1番を目指したいと思います。ピーチスタートです。さあ冒険のスタートです。キャプテンピーチ、あそこに見えるのがリトルスターです。あ、なんか丸くて光ってるところがありますね。勝利を目指してリトルスターをたくさん集めましょう。ピーチが振って5マス進む。ピーチがリトルスターを3個ゲットです。ヨッシースタートです。ヨッシーが1マス進む。レッツゴー。マリオスタートです。キャプテンマリオ、サイコロで4以上出ればリトルスターに届きますよ。もう4以上出したいな。ではノーマルサイコロを振ってみたいと思います。4以上出てくれ。5マス、オッケー。リトルスターを3個ゲットしました。みんなでミニゲーム。1位は5個、2位は3個、3位は2個、4位は1個のリトルスターがもらえます。キャプテンマリオ、ミニゲームを選んでください。カットビキラージェットでいきたいと思います。ではこのミニゲームで勝負です。ルール、キラー型のマシンに乗ってレースをします。ダッシュエリアを通過すると加速できます。障害物に見つかると減速してしまうので気をつけましょう。なるほどなるほど。操作はどうすんだ。Wii リモコンを横に持ち、左右に傾けてマシンを操作します。わかりました。じゃあ始めましょう。ワッホー。 OK スタート。よーっ、うわー、やった。そうじゃあ失敗した。あー、そうあー、これむずいな、おい。ないな。加速だ。よいしょ、いった。怖い。加速しろ。よいしょ、あ、ダメだ。あ、よし、1番も早っ。うわ、
最下位でしたね。あの難しいな。何の盛り上がりどころもなかった。3位に出てしまいました。ルイージスタートです。キャプテンルイージ、あの暗い星はシャドウスターです。通過するとキャプテンはリトルスターを失ってしまいますよ。自分がキャプテンの時にはシャドウスターを取らないように気をつけましょう。ルイージがサイコロを打って一マス進む。リーチがスタートです。リーチが2マス進む。ラッキーです。リーチが3マス進んでスターを2個ゲットです。ピーチさんはリトルスターを2個手に入れました。よし、スタートです。4マス進む。ヨッシーが3個リトルスターを減らして僕が2になりました。マリオスタート、僕の番ですね。ルートが分かれていますね。ここはじっくり考えて進みましょう。考えよう。右側のルートは良さそうですね。最後の手4マス進む。右でしょう。右側の VS かな。みんなでミニゲーム。1位は5個、2位は3個、3位は2個、4位は1個のリトルスターがもらえます。キャプテンマリオミニゲームを選んでください。何でしょう。キラーをかわせ。ではこのミニゲームで勝負です。ルールは飛んでくるキラーをうまくかわして最後まで生き残りましょう。点滅するキラーは追ってくるので注意しましょう。マジか。操作見てみましょうか。 Wii リモコンを横に持ち十字キーで移動します。わかりました。では始めましょう。怖い怖い。スタート。とオッケーオッケーオッケー。うわー、よいしょ。さあ、おー、むずい、怖い。オッケー、ヨッシーとの一騎打ちです。よー、ウィッシー、今回は一番にやりました。ありがとうございます。リトルスター5個ゲットです。一番になりました。ルイージスタートです。3マス進む。リトルスターを3個ゲットです。ピーチスタートです。4マス進む。リトルスターを5個ゲットです。サイコロです。ピーチが1,2,3サイコロを手に入れました。よし、スタートです。2マス進む。ラッキー。よしが1マス進んでリトルスターを1個ゲットです。マリオタイム。マリオスタートです。キャプテンマリオ5以上出ればリトルスターをゲットできますね。
5以上出したいですね。ではサイコロを振ってみたいと思います。5以上0。サイコロゲットです。10サイコロを手に入れました。おや、まだ何か入っていますよ。何が入ってるんでしょうかね。みんなでミニゲーム。おっと、アイテムボックスにミニゲームが入っていました。1位は5個、2位は3個、3位は2個、4位は1個のリトルスターがもらえます。キャプテンマリオ、ミニゲームを選んでください。じゃんじゃんジャンプをいってみたいと思います。ではこのミニゲームで勝負です。ルール、ジャンプブロックに乗って高くジャンプして一番上のゴールを目指しましょう。虹のかかった雲がゴールです。そうですか。操作方法としては十字キーで移動、2でジャンプですね。わかりました。始めます。なるほどなるほど、これ落ちるパターンでしょうねきっと。スタート、いくぜ。あーあーあー、落ちた。よいしょ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 。あー、うそー。よいしょ、落ちたくない、落ちたくない、落ちたくない。よいしょ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 。あー、落ちた。よいしょ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 。やーい、よし、2番フィニッシュ。なんとか2番に入りました。リトルスターを3個ゲットです。今暫定1位ですね。ルイージスタートです。サイコロを振って3マス進む。ルーレットです。何を当てるんだ。アイテムシャッフル。全員が持っているサイコロアイテムをバラバラに入れ替えます。やだ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 。アイテムシャッフルが終わりました。アイテム失っちゃいましたね。残念。ピーチスタートです。サイコロを振って4マス進む。ピーチがスターを5個ゲットしました。1番になりましたね。シャッフル、プレイヤーの順番が入れ替わります。何番だ何番だ。ピーチ、ピーチさん、ルイージさん、ヨッシーさん、マリオさんの順番になりました。あれ、またピーチさんからのスタートですね。いいな。ピーチがサイコロ振って6マス進む。ピーチがスターを5個失いました。それでも1番。ボスバトルゲームです。わあはは、よく来たな、キャプテンピーチ。砦を守るお父さんの手下に勝てるかな。勝てると思います。どうせ勝てないだろうか、好きな相手を選ばせてやるぞ。ブクブクを選んだな、お前たちなんかが勝てるものか。勝ちたい。ブクブクとバトルです。ルールです。ぷくぷくの攻撃をかわしながら流れてくる甲羅をキャッチしてぷくぷくにぶつけましょう。はいはい、操作方法としてはウィーリモコンを横に持って、奥に傾けると下に、手前に傾けると上に、左右に傾けると左右に移動します。甲羅をキャッチして2で投げます。わかりました、始めましょう。でかいな。スタート。よいしょ。
と攻撃するんですね。よいしょ。ああ怒っちゃった。今は3位ですね。ああ来るぞ来るぞ来るぞ。よしあった。よいしょ。ああ危ない。うわーっと決めろ。よしかーとさー。あーファイナルダッグ、よし持っていかれました。え、僕最下位じゃねえか。おいおいおい、やばい、最下位ですね。やってしまった。スターを1個しかゲットできませんでした。キャプテンボーナスとして、ピーチはプラス3個ですね。さらにわーい、やりましたね。ヨッシーさんの活躍でリトルスターを取り返すことができました。さあリトルスター集めをクッパゲートごめんなさい。さあリトルスターを集めながらクッパゲートを目指しましょう。途中経過を発表します。1番ピーチ、2番ヨッシー、3番が同率で僕マリオとルイージです。ではゲームを再開したいと思います。タイムレディー、ルイージスタートです。サイコロを振って5マスを進みます。橋が壊れていますよ。橋の向こうはリトルスターマスが並んでいます。足の下にはシャドウスターマスがいっぱいですね。全員でサイコロ振って合計が16以上になればパワーが溜まって橋を越えられます。ヨッシーさん、マリオさん、ピースさん、ルイジさんの順番でお願いします。 OK、 ヨッシー頑張れ。1、何をやっているんだよ。6を出ろ。5、まずまず。1は2、あ、ダメじゃない。さあキャプテンルイージ最後は10サイコロでお願いします。やるの、いけー。10でかした弟、合計18です。飛んだールイージがスターを3個ゲットです。ふう、なんとか飛び越えられましたね。橋の手前で振ったサイコロの数字がまだ残っていますね。ではあと4マス進みましょう。ラッキー、ルイージがスターを3個ゲットです。よしスタートです。リトルスターマスが続いていますね。ここに止まると数字の分だけリトルスターをゲットできますよ。ラッキー、ヨッシーがスターを3個ゲットです。僕ですね。サイコロが2以下ならリトルスターマスに止まれますね。2以下、1、よしやりました。ラッキー、スターを3個ゲットしました。ピーチスタートです。6マス進む。ルイージスタートです。1マス進む。ラッキー、ラッキー、ピノキオハウスに入りましょう。何が起こるの。カードに書かれたアイテムをプレゼントするよ。なんだなんだ。おお、リトルスター3個をプレゼントします。よし、スタートです。
サイコロ振って4マス進む。ヨッシーがスターを5個ゲットしました。1番になりました。バックノーマルサイコロ振って後ろに戻ります。1マス進んでルーレットです。何が出るかな。アイテムをライバルと入れ替え、ライバルとアイテムサイコロを入れ替えます。ライバルを選んでください。なんだなんだ、ピーチとピーチさんはアイテムサイコロを持っていませんでした。結果何も起こらず。キャプテンマリオ4以上が出ればキャプテンイベントマスでストップです。もう止まりたい。4以上出したい。1マスなんだ、何が起こった。バックです。ノーマルサイコロ振って後ろに戻ります。3以上を出せばスターをゲットですね。3以上、6マス戻る。よし来た。スターを5個ゲットです。サイコロです。01サイコロを手に入れました。おや、まだ何か入っていますよ。みんなでミニゲーム。おっと、アイテムボックスにミニゲームが入っていました。1位は5個、2位は3個、3位は2個、4位は1個のリトルスターがもらえます。キャプテンマリオミニゲームを選んでください。なんだろう、グラグラファイトでいきます。ではこのミニゲームで勝負です。ルールです。グラグラ傾くフィールドの上でパンチ、キックでライバルを落とし合います。フィールドから落とされないように最後まで生き残りましょう。操作方法としては、1でパンチ、2でジャンプ。 OK、 得意です。スタート。人を蹴落とす系は嫌いじゃない。とりあえず落ちろ、これの動物最後。よし来た、瞬殺。スターを5個ゲットしました。ありがとうございます。3位に上がりました。ピーチスタートです。2マス進む。ラッキー、ラッキー、ピノキノハウスに入りましょう。カードに書かれたアイテムをプレゼントするよ。ピーチが123サイコロをプレゼントされました。スタートです。6マス進む。ルイージがスターを5個ゲットです。サイコロ、イエース。ルイージが 1,2,3 サイコロを手に入れました。ヨッシースタートです。2マス進む。あ、大きな大砲がありますよ。本当にでかいですね。この大砲で向こうの島まで行けるみたいですね。キャプテンイベント、車ごと車ごと大砲。キャプテンヨッシー、あんなところにリトルスターがありますよ。お、いっぱいありますね。キャプテンイベント、9の島のルールを聞きますか。はい、聞かせてください。島の頂上にある10個のリトルスターを目指し、1人1回サイコロを振って進みます。ルート上にあるリトルスターはサイコロを振って通過した人のものになります。サイコロを振る順番はキャプテンが決定します。
キャプテンは自分が頂上へたどり着けるようにサイコロを振る順番を考えましょう。考えて。キャプテンよし、サイコロを振る人を選んでください。ピーチからですね。まあ、そりゃそうですね。4マス目。ダッシュ。ダッシュマスに止まりました。ノーマルサイコロを振ってもう一度進みます。1マスでダッシュ。ダッシュマスに止まりました。ノーマルサイコロを振ってもう一度進みます。4マス目。ピーチがスターを3個ゲットしました。2位に浮上。ダッシュ、こいつどんだけ運がいいんだよ。ダッシュマスに止まりました。ノーマルサイコロを振ってもう一度進みます。1マス。キャプテンヨッシー、サイコロを振る人を選んでください。あ、僕ですか。はいはいはい。おっ、やった。6ってことはスターを3個ゲットです。よし、ありがとうヨッシー、スターを10個ゲットしました。おめでとうございます、マリオさん。リトルスターを10個入手しました。マリオタイム。マリオスタートです。バトルミニゲームマスにはハンマーブロスかファイヤーブロスが登場しますよ。じゃあ5を出したい。5を出してバトル。4マスです。サイコロゲットです。4、5、6サイコロを手に入れました。おや、まだ何か入っていますよ。みんなでミニゲーム。おっと、アイテムボックスにミニゲームが入っていました。スターを1位から4位まで、もらえます。キャプテンマリオ、ミニゲームを選んでください。ツルツル氷河レース。ではこのミニゲームで勝負です。ルールは、流れてくる氷の上を進み、いち早くゴールしましょう。最後に出現する船に乗り込むこと、船に乗り込むとゴールです。すいません、噛んでしまいました。操作としては、ウィーリモコンを持って十字キーで移動、2でジャンプ、海に落ちたときは2を連打して素早く脱出しましょう。わかりました、始めます。スタート。スタート。ジャンプ。嘘、割れんの。よいしょ。あー落ちちゃう。よいしょ。よいしょ。ペンギン邪魔。よいしょ。船に乗りたい。スイコロスロー。よっしゃー、一番になりました。リトルスターを5個ゲットです。残念な1番ですね。ピーチスタート。1マス目。ラストチャンス。皆さん、今回の冒険もあと少しですね。ちょっと寂しい。ここで途中経過を見てみましょう。暫定トップですね。やりました。最下位のピーチさんにゆっくりサイコロをプレゼントします。いいな。なんだ？キャプテンピーチ、我が家からもプレゼントをやろう。よかろう、受け取るのだ。ないない、何が起こんの。じゃあ、さらばなのだ。
大変なことになりました。まっすぐがこうクッパマスに変えられてしまいました。あと一マス進みます。なんか嫌なことが大きいんでしょうね、きっと。バトルミニゲームです。バトルミニゲームの時間だぜ。みんなのリトルスターを3個ずつもらうぞ。よし、この集まったリトルスターをかけてミニゲームで戦うんだ。激しい戦いを期待してるぜ。戦います。今回は特別に今のところ最下位の人にミニゲームを選ばせてやるぜ。さあ最下位は誰だ。お、ピーチが最下位だな。ということで選びますね。さあミニゲームは決まったぞ。みんなの準備はいいか。あー、いいよいいよ。ルール、Google ピザ作りというやつですね。回転するピザ生地に自分が担当する具材をタイミングよく投げて、いち早く8等分されたピザ生地すべてのに自分の具材をトッピングしましょう。あ、はい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 、わかりましたわかりました。操作としては、はい、わかった。ビリンゴで振るのね。やってきます。どうだった。よし、1番ありがとうございます。スターを6個ゲットです。ありがとうございます。いやー、興奮したぜ。真剣勝負のミニゲームはいつ見ても最高だ。じゃあまたな、また会いましょう。イエス。タイムレディ。ルイージスタートです。1、2、3、サイコロを振って2マス進む。ルートは分かれていますよ。赤い矢印が出たら十字キーで進みたい方向を選んでください。どっち選ぶの。左を行った。はいはいはい、サイコロです。おー、イエー。4、5、6サイコロを手に入れました。うわ、まだ何か入っていますよ。ラッキー、アイテムボックスにリトルスターが3個入っていました。いいな。ルイージが3位に上がりました。ヨッシースタートです。大きい目、大きい目、1かよ。サイコロです。1、2、3サイコロを手に入れました。レッツゴー。かキャプテンマリオ、ここは01サイコロの出番ですね。うん、そう思う。01サイコロ行って、生き残るぞと。ゼロ、止まった、よかった。ピーチスタート。ひとまず強運。一旦下ミニゲーム。キャプテンが書けば6個、キャプテンが勝てば6個、ライバル側が勝てばそれぞれ2個ずつリトルスターがもらえます。おや、キャプテンピーチが大会。ではこのミニゲームで勝負です。カワセトゲトゲボール。1人はライバルたちが乗る床をジャンプで叩き、トゲトゲボールが転がる方向を変化させます。ライバルたちにうまくトゲトゲボールをぶつけましょう。はいはいはい。でライバル側の操作としては、なるほど、十字キーで移動、2でジャンプ、分かりました。始めましょう。あとで止まるか。いくよ、スタート。当たるなよ。あとルイージ何やってんだ。もう何、一人の戦い。ああ。恐ろしいな、この女。2位に上がりやがった。ルイージスタートです。
456サイコロを振って5マス進む。ルイージかわいそうに。10個スターを減らしました。バトルミニゲームです。バトルミニゲームだ。熱い戦いを見せてもらうぞ。ミニゲームでビリだった人からリトルスターを10個もらうぞ。それぞれ勝った人たちで山分けだ。ビリにならなきゃいいわけだ、いいわけだってことだぜ。ビリにならなきゃいい。今回特別に今のところ最下位の日にミニゲームを選ばせてやるぜ。さあ最下位は誰だ。最下位はルイージですね。逃げ込めマンホール。さあミニゲームは決まったぞ。ビリにならないように頑張るんだぞ。ルールは蓋の開いたマンホールをライバルと奪い合って中に入りましょう。マンホールに入らないと落ちてくる天井に潰されてしまいます。ああなるほどね。操作としてはウィーリモコンを横に持って、十字キーで移動。1でパンチ、2でジャンプ。あ、ジャンプ中に1でキックをしますと。はい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 、わかりました。始めます。マンホールに入ります。わあ、そういうゲームね。穴に入る。スタート。ほら、よーし、来た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 、詰めろ。ごめん弟。オッケー。あー、うそ。え、やられた？俺やられた？よし、やられた。おー、いったいったいった、なんとかいった。よし、さようならピーチ。女の子も容赦ねえな、このゲーム。フィニッシュ！フィニッシュです。あー、弟からスターを10個奪って5個もらいました。ありがとうございます。ちょっとかわいそう。いやー、熱かった。みんなの必死な姿が俺を熱くするのさ。次も期待しているぜ。おー、かわいそうに。よし、スタートです。6マス進む。ヨッシーが10個スターをゲット。2位に上がりました。さらに10個取って、うそー、1番になりやがった。おいおいおい、クッパマス。お待たせ、クッパ様の時間なのだ。キャプテンヨッシー、お前らのこれからお前の身に何が起こるのか、クッパルーレットで決めるのだ。すいません、噛んでしまいました。何を思うの？革命だけやめて。ビリーのリトルスターを5個渡せ。リトルスタープレゼント。よーし、ビリーにリトルスターを5個渡せ。待ったのだ。ではキャプテンヨッシーからビリーのルイージーリトルスターのプレゼントなのだ。まあね、ちょっとぐらいあげなさい。あー、これで少しは面白くなるだろう。そう思う。さらばなのだ。あー、さよなら。レッツゴー、マリオスタートです。皆さん準備はいいですか。あのマスがボスバトルマスですが、このステージ最後の戦いが待っています。クッパの手下を倒してリトルスターを取り返しましょう。最後だからもうゴールしちゃいましょう。6マス進め。ボスバトルゲームです。よく来たな、キャプテンマリオ。リトルスターを取り返したくば我が輩の手下と勝負しろ。さあキャプテンマリオよ、戦いたいやつを選ぶがいい。
よし、ハナちゃんのヒップドロップバトルでいきます。おお、ハナちゃんを選んだか。後悔するがいい。後悔しちゃうの俺。ハナちゃん怖えな。ハナちゃん、ルールです。ハナちゃんの胴体にヒップドロップをしてダメージを与えましょう。紫の的は1点、赤い的は3点です。はいはい。で、操作方法は、ウィーリモコンを横に持ち、十字キーで移動、2でジャンプ、ジャンプ中に2でヒップドロップですと。はいはい、わかりました。飛んでヒップドロップすればいいのね。でかい、ハナちゃんでかい。紫でいおい、スタート5。赤か。え、まだ1点か。やばい。3点。あー、怒っちゃった。今一応暫定の方。おー、助かった。よいしょ。 OK、 1点追加。スフラは怖えな。よし、3点。さらに1点。よしよしよし、行くぞ行くぞ行くぞ。もう逃げ切るぞ。おい、あった。あー、うっそ、どうなる。ファイナルアタック。はいはいはい、どうなんの。あ、ファイナルアタック、ルイージ持っていかれましたけど、11点で僕が勝ちですね。ありがとうございます。あーちゃんのヒップドロップバトルは僕が1番でスターをいつ15個ゲットしました。キャプテンボーナスでさらに8個スターをゲットです。ありがとうございます。マリオさんの活躍でリトルスターを取り返すことができました。ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。皆さんお疲れ様でした。結果発表です。皆さんのおかげで草原のリトルスターを取り戻すことができました。本当にありがとうございました。どういたしまして。とは言ってもリトルスターを一番多く集めた人しかスーパースターになれません。なりたいです。それではここで最後のチャンス、ボーナススターの発表です。最初のボーナススターはマイナススターです。このボーナスはシャドウスターを取った数が最も多かったプレイヤーに贈られます。さて今回のマイナススターは誰やの。ルイージさんです。おめでとうございます。何でも一番いい。2つ目のボーナススターはミニゲームスターです。このボーナスはミニゲームで1位を取った数が最も多かったプレイヤーに贈られます。さて今回のミニゲームスターは僕じゃないか。マリオさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。最後のボーナスターはルーレットスターです。このボーナスはルーレットマスに溜まった数が最も多かったプレイヤーに贈られます。さて今回のルーレットスターは誰やねん。ルイージさん、ヨッシーさん、おめでとうございます。残念。それでは最終結果の発表です。今回一番多くのリトルスターを集めたスーパースターは誰だ。誰誰誰。うわー、
さよなら弟。さよならピーチー。やりました、端っこのリトルスターを連れたマリオさんです。おめでとうございます。 You are the superstar。 ベルシタール。やりました。まあ結果タイと。グラフ見てみましょうか。途中までは混じったんですけどね、なんとか勝つことができましたね。マイナスマーチに1回も入ってないのか。はい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 。なるほどね、わかりました。では今回はこれで以上です。また次回ご視聴ありがとうございました。